これはすごいっすね。これさっき師匠が言ってた方が。これが黒部ダムだったんですね。これ黒部ダム。あっちが黒部ダムだと思ったじゃん。ずっと。いや、あれね。なんだっけ、連携だけとかになっていくところです。裏銀座の入り口ですけど。あれですよね。7クラスとかなんか。あ、そうそう、あ。車で入れないところですよね。あ。高瀬ダムだ。飲み物ってどのぐらい、何リットルぐらい持ってきました？ 1.5 リットル持ってきましたね。